アルマズベクシャルシェノビチアタムバイフは、キルギス共和国の政治家、キルギス人。官職では、経済発展、産業、貿易省、首相代行、2010年発足の暫定政府の副首相、首相、大統領、当職ではキルギスタン社会民主党党首、統合国民運動議長を歴任した、ビシュケク近郊のアラメ人地区アラシャン村出身、 1980年、経済技師、生産統制組織者選考で、モスクワ統制アカデミーを卒業。1980年から1983年、キルギスソビエト社会主義共和国通信省の技師、主任経済官、フルンゼ氏の DU-3 の主任技師として働く。1983年、 ソ連作家連盟に加入。1983年から1987年、キルギスソビエト社会主義、共和国最高会議幹部会事務局で働き、最高会議議長の報告官となる。1987年から1989年、フルンゼシピエルボマイスキー地区執行委員会第一副議長。1989年、キルギスで、 最初の民間会社を設立。1993年、キルギスタン社会民主党を創設。1995年と2000年、議会大議員に選出。アスカルアカエフの反対派であり、2000年に大議員資格を剥奪された後、同年の大統領選に出馬した。2005年まで、キルギスアフトマシュ会長。2005年3月24日の集会の組織者の一人。 同年4月28日、大統領候補に推薦されたが、5月13日、クルマンベクバキエフとフェリックスクロフの2党体制、確立のために出馬を取りやめた。2005年9月13日から20日、経済発展、産業、貿易省代行。2005年9月30日から、経済発展、産業、貿易省を務め、2006年4月24日、 バキエフ大統領と対立して辞職した。2006年から、キルギスワフトマシュ社長。同年7月から閉鎖型株式会社、サルイジャズエネルゴ会長。同年4月24日から、キルギスタンの改革のための運動共同議長。2007年3月29日から、首相代行。3月30日、ジョゴルクケネシにより、首相として承認。 10月21日の新憲法採択の国民投票後、政府は総辞職したが、次期ジョゴルクケネシ選挙まで首相を代行した。11月27日、辞職。2008年12月24日から、統合国民運動政治局員。2009年9月9日から、統合国民運動議長。2010年キルギス総乱後の2010年4月8日。 ローザオトゥンバイバを主犯とする暫定人民政府の副首相に就任し、経済問題を担当することとなった。同年7月13日、辞任。同年12月17日に、再び首相に就任した。2011年大統領選挙に出馬し当選。12月1日に就任し、同時に首相を退任した。2013年2月に訪日。 2015年8月の中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念式典に出席し、天安門広場を更新するキルギス共和国軍を、越兵した。2017年5月には、中国の一帯一路をテーマとした、一帯一路国際協力サミットフォーラムに出席した。公認の総論バイジェーンベコフ大統領との関係は、 よくなく、大統領時代に、アタンバイフが汚職に関与しており、偽の書類を作り、大物の犯罪者らを野ばしにした容疑で2019年8月8日に、政府の治安部隊により拘束された。支持者と治安部隊の間で銃撃戦が行われ、治安部隊員1名が死亡し、100名以上が負傷した。2020年6月、汚職罪で11年2ヶ月の禁錮刑を言い渡され、 週間しかし、同年10月4日の総選挙に橋を発する反政府デモが広がり、議会議事堂や政府庁舎も襲撃され、10月6日に反政府デモ隊によって解放されたが、10月10日大規模混乱を組織した容疑で治安機関の特殊部隊に拘束された。趣味は観光旅行。料理は下手で出世を捨てて夫に尽くす妻の手料理を食するのを好んでいる。 初婚で二女、再婚で一男一女を設けた。2007年11月28日、ダナケル勲章を受賞。ありがとうございます。